むずいな。めちゃめちゃむずいな。全然意味わかんねえな。これどうやってやんだ。なんでマイナス。なんで円高しかできないの俺は。俺も円高嫌なんだけど。もっとなんでこれできねえんだよ。マイナス？なんだこれ。全保有枚数。全保有枚数クリア。マイナス設定はどうやってやんだ。あれマイナスできた？うん、なんだこれ。全保有クリア。クリア。なんでできねえんだよ。なんだこれ。マジで、なんだこれ。なんだこれ、マジで。やりてえよ、俺も。あ、マイナス来てる、マイナス来てる。買おう、買おう、買おう。買え、バカバカバカ。今買い、今買い、今買い。今買いだって。今買い、買い、買った。下がれ、下がれ。下がれ、下がれ、下がれ。お、なんでマイナスなの。下がれ。下がれ、下がれ。下がれ。来た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 。下がれバカ。下がれ下がれバカ。下がれって。下がれ下がれ下がれ。なんで上がんだよ。下がれ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 。マジかよ。なんで下がんねんだよ。下がれよ。なんで下がれ。来い来い来い。プラスになれプラスになれプラスになれ。下がれ下がれっつってんだよ。下がれ。下がんねえな、マジで。下がんねえな、マジで。何これ。あ、来た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 。プラス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 来てる。プラス来てる。プラス来てるよ。来るよ来るよ。これ来る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 。来い。もっと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 来い。来た来た来た。うーん、来い来い来い。もっと来い。もっと来い。いや、プラス3000。クソ。上がるな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 。よっしゃ来た。1万円ゲット。ほら見ろ、ほら見ろ、お前ら1万円ゲットだよ。見た見た、俺の今のテクニック。マジで1万円ゲットだから。来たこれ、来たこれ。よし行くぞ。これ上がる方、円安、俺逆張りしたいんだけど、これなんでできないの。これ円安したいんだけど、こっち側どうやってやんの。誰か知んない。これ楽しいな。これめっちゃ楽しいな。どうやってやんだろう。これ逆がいいんだけど。俺この設定じゃなくてマイナス設定がいいんだけど、どうすればいい。うん、これどうすればいいんだろう。逆がいい。上がるんだよ。ほらほら上がっちゃってるじゃん。あ、違う、俺買いたい、これ円安買いたいの。どうやってやんの、円安どうやってやんの。売ろう。売れない。どうする、どうしよう。16を切れば L できる。16を切る。ん ?16 を。ん切る。16を切る。あ、これか。お、できたできた。ありがとうありがとう、愛子さん。これか。こういうことか。よし、全額、全張りでいくぞ。おっしゃ、ありがとう、教えてくれて。これか。上がるぞ。上がる。これから上がるから。確定、確定。来るぞ、来るぞ。あれ下がった。やめろ、やめろ。やめろ。下がるな。上がれ。バカ。バカ、上がれ。やばい、やばい、やばい。12000円負け。10001000円。これ超面白いじゃん。何これ、めっちゃ面白いじゃん。スロットどころじゃねえじゃん。これめっちゃ面白くない。何、みんなこんなことやってたの。ちょっと待って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 、下がる。ちょっと待って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 。超面白いんだけど、これこれ時間制限ってあるの。時間制限あるの。やばいやばいやばい。2万いった、2万いった。やばい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 って、やばいってやばいって。これ何、時間制限あるの、ないの、どうなの。17時まで。要は1時間19分保持できるってこと。これ要は1時間10、あ、そういうことか。16時から19時までだから、この3時間しか持てませんよって。超楽しいんだけど、超楽しいんだけど。でも500万円、でも500、あ、額を増やせるんだ。いいじゃんこの額で、全然別に。いいじゃんいいじゃん。楽しい。 FX やろうかな。何これ、めっちゃ楽しい。超楽しいね。みんなこんな楽しいことやってたんだ。1500枚まで。枚っていうのがよくわかんないけど。これいいじゃん、いいじゃん。手数料1回ワンクリック取る
どれくらいなんだろう。え、超楽しいこれ。え、何これ。え、ていうかマイナスがもういいや、マイナス終わらせよう。上がるかな下がるかな、上がるかな下がるかな、どっちだろうな。下がるな、下がるから円安の方だね。ん、下がるから円安の方、こっちでいいのかな。上がる、上がる方にかけてるんじゃない、下がる方にかけよう。下がる方にかけます。やべえ、超面白い。いや面白くないですか、ダメですか愛子さん。いや別になんかやってみようぜみたいなノリなんですけど、単純に、これバイナリーオプションなのかな、わかんない全然。これバイナリーなの、みんな。これが BO ってやつ。いやなんかね、200枚までしかできませんって書いてあった。あれ下がる方にかけてんのにな、上がっちゃってるよ。超面白いこれ。めっちゃ、のんちゃん、のんちゃん FX やったことある？めちゃめちゃ面白いよこれ。これめっちゃ面白いよ、すげえ面白い。今ね104,300。ちょっと待って、俺パチスロでさ2日間で10万負けたけど、俺何この5分ぐらいで10万負けたの。俺この10、ちょっと待ってみんな、俺この俺この5分ぐらいで10万負けたってこと。ほーん、すげえな、怖え怖え。負け確マジで下がるっしょ、このまま下がるっしょ。ユーロ、あこれはそうなのか、アメリカか。別に何でもいいじゃん、何でもいいじゃん。超面白い、俺始めようかな FX。 超面白い、何これ。これはパチンコやらなくなるわな、みんなな。今ドル、でも超面白いね、何これ。こんな楽しい遊びあったんだ。いや俺口座持ってないよ。口座ってすぐ開設できんの。何やめた方がいいの。やべえな、またマイナスか。いいや、じゃあドルやる。ユーロいきます、ユーロいきます。ユーロは下がるか上がるか、難しい。下がろう下がろう、ここは下がろう、楽しい。2万円もらえんのマジで、なんで2万くれんの。下がれ下がれ下がれ、もう11万負けだよ。なんでこんな負けたの俺、意味が分かんないんだけど。まあ1000万元手がないかんな俺。全然面白いじゃんね、反響博打で。いやよく分かんない俺は。俺には聞かないでよ、俺何も分かんないから。いやでも、マイナスじゃねえかよ、ふざけんなよ。下がれよバカ、下がれよ、下がれっつってんの。よしいいぞ、下がれ下がれ下がれ、来いバカ。初見さんいらっしゃい、短期決戦さん風船ありがとう。下がれっつの、なんで上がんだよバカバカ。FX やりたいんだけど俺。口座が来るまでどれくらいかかるの。超面白いじゃん、何これ。円高ポチったよ、下がると思ったから。下がらないんだよ。クラッシュさんいらっしゃい、はじめまして。10万か、3日ほどか。3日旅配信の前にこれ予約しようかな。これは BO なのみんな。これが BO ってやつみんな。これがバイナリーオプションなの。これがバイナリーオプションで合ってる。これ BO なの俺がやってんの。これが BO か。これが BO か。これ面白いな。これめっちゃ面白いな。これ BO って言うんだ。おー。めっちゃ面白いじゃん、これ。おい、絶対下がるから。
わかる。にわかかよ、おい。バカ。下がるよ。おい、オラ見ろよ。下がってきてんじゃねえかよ。お、ゆかりんさんいらっしゃい。ああ、いや、来てるな。おい、おい、おい。投げるけ。これいけるっしょ。今日ちょっと喉のね、廃炉のものま、廃炉の方でやろう。これ廃炉じゃないの？え、ていうかマイナス25,000円なんだけど、ちょっと誰か止めて。これは FX なの？これバイナリーオプションじゃないんだ。俺こっちが好きだわ。俺これが好き。これ面白い。これめちゃめちゃ面白いわ。これが好きだわ、俺。バイナリーオプションじゃなくてこれが面白い。14,000円。なんで俺全部負けなの？なんで俺全部負けなの、これ。俺一回も勝ってないよ、このゲーム。おかしくない？13万だよ、もう負け。これ元でいくらなんだろう。元でいくらでやってんだろう。これさ、200枚を買うのっていくらかかんのかね。うん、これ面白い。いや、面白いなこれ。いや、こっち、まあ、一回も勝ってないからね。このもののね、ものの10分で13万とかしてるからね。うん。いや、面白い。え、投資ってダメなんでしょ？投資ってダメでしょ？投資ってなんか出資法違反とかじゃないの？わかんないけど。これ BO なの？え、何？これは BO なの？いや、一回も勝ってないけど面白いよ。上がれ上がれ上がれ。なんで下がるんだよ、俺が。これさ、おかしいよね、これ。大のせ、ねえ、これあれでしょ、リアルなやつじゃないでしょ、これ。俺が買った反対の方に行くの、絶対。俺が買った反対に行くんだよ。これ絶対あれだよね、設定がおかしいんだよね。これ俺のせいじゃないでしょ、これ設定でしょ。だって俺が買った逆に行くんだよ、必ず。一回もプラスになんないぜ。おかしいでしょ、絶対おかしい。ほら、またマイナスじゃん。またマイナスだよ。だってさ、確率的にさ、上がるか下がるかだからさ、半分ぐらいじゃん。だってさ、このパソコンの設定がおかしいんじゃないの？この、なんつうの、会社の。クリック、GMO が、違うの？え、これを、なんで俺負け確なの？また。遠隔でしょ、これ。ほら、15,000円ってまた。俺が買う逆になんの。買った瞬間必ずマイナスになんの。おかしいでしょ。絶対おかしいわ、これ。買った瞬間絶対マイナススタートなの。ほら、またマイナス2万。あー、いや、もうやめるわ。ほら、もう15万負けてるよ。上がる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 、円安。これ、これ、これ、これ。上がる上がる上がる。よし、来た。これ勝ち確。これ勝ち確だわ。これ勝ち確。株ニートいらっしゃい。これ、これ、あ、なんでマイナススタートなの？買った瞬間からマイナスなんだけど。おかしいでしょ。買った瞬間からマイナスなんだけど。何これ。誰か俺のこと見てんの？俺の、これ見られてる？買うとマイナスに、なんでマイナスになるの？おかしいでしょ。だってマイナス1万とかになるんだよ。おう。購入と売却の値段を見ろ。購入と売却ってどこだ？どこだ？購入と売却って。購入と売却？もうマイナス、あ、また下がってるよ。絶対おかしいよ、これ。マイナス、ここでしょ？ここでしょ？ここでしょ？ここ。おかしいでしょ？ほら、マイナススタートだもん。なんだこれ。赤い枠の中に書いてある。え、なに？手数料70円も取られんの？え、ちょっと待って待って待って。手数料70円も取られんの？え、ま、絶対負けるじゃん、こんなの。え、50円とか取られんの？え、じゃあやんない。なにそれ。
おかしいでしょ、取りすぎでしょ。こんな差額取ったらだって運営が儲かるに決まってるじゃん。運営が儲かるだけじゃん、こんなのバカみたいじゃん、バカみたいじゃん、絶対負けるじゃんこんなの。何これ、運営が儲かるだけじゃない、そうじゃないの、運営取りすぎでしょこれ手数料。何これ、バカじゃないの、パチンコよりひどいじゃん。なんだよマジかよ、無理ゲーじゃん。手数料取りすぎだよ、いくらなんでも、いくらなんでもちょっと取りすぎだと思うよ。俺はこれ良くないと思う、俺は嫌いだなこういうの。これズルでしょ、運営だけが儲かるじゃん。何それ。おかしくねえか。いや、運営が儲かるだけじゃん、これ。なんでこんなのやんの？おかしくない？運営だけじゃん、得すんの。でしょ？だから取りすぎだって、取り分。だって、610% 取られてんだよ。10% だよ。10%、 あ、やばい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 。やばいよ。ちょっと待って。マイナスがやばいよ。儲けるの？これで？これで儲かるの？だ、それ、儲かる人はいると思うけど、負けるじゃん。多くの人が、確率的に。だって 10% 取られんだよ、手数料。おかしくない？わかんない。いくらスターとかもわかんない。とにかくマイナス15万負けてる。へえ。へえ。これで億万長者になれんの？すげえな。これで億万長者になれるんだ。上がれよ、いいから。何下がってんだよ。おお。マルボロさんいらっしゃい。あと1時間5分か。4000万マジで言ってんの？やっば。家買えるじゃん。働かなくていいじゃん、4000万なんて。マジかよ。へえ。ギャンブルだね、これはね、完全に。これは完全にギャンブルだわ。下がり続けてんだけど。やってみようかな。FX 配信どう？みんな、和道の FX 配信見たい人いる？配信的にはどうなの？これはどう？みんな微妙？こういう配信って興味ある？みんな買ったやつがいるってことはそれだけ負けた。そうだよね、そうだよね。待つのがトレード、塩漬け。あんまり見たくないのかな？反対？見たい？契約しようかな？どっかおすすめあるの？いや、旅しながらもできるじゃん。これだってパソコンあったら旅しながらできるじゃん。わかんないけど。これがバイナリーなのか FX なのか何なのか全然わかんない。俺はなんだか知らないけど15万負けてんだよ。オーストラリアに切り替える？だってユーロにしろって言ったからユーロ。上がってきた、上がってきた、バカ！上がってきたよ。上がって、あ、下がった。これバイナリーなんだ。上がれ上がれバカ。上がれ上がれ上がるんだ。よし、いいぞ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 。来た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 。これ確定じゃない？これ来るんじゃん？いけ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 。上がれ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 。だからスロットとかやるより全然いいでしょ。スロットとかやるより、あ、来た来た、プラス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 、来た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 、上がれ上がれ上がれ、どんどん上がれ、どんどん1万来た。上がれ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 、もっと上がれもっと上がれもっと上がれ、いけ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 、確定しようかな。もうちょい
上がれ上がれ上がれ、もっと上がれ、もっと2万ぐらい行け、2万ぐらい行けよ、行けよ、行け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 、なあ、1万3000、1万4000、来た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 、2万来た、確定確定、勝ったよ。でこれ下がるんだよ、これ下がるから、うん、もうちょい、うん、もうちょい上がる、もうちょい買っちゃおう、上がりで買います、上がる方で買います。面白い、マジで面白いね。上がれ上がれ、あれなんでまた1万マイナスって、下がったよ、バカバカバカ、下がっちゃったよ、上がもう、うん、上がれ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 、そう上がれよ、上がれ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 、え、ちょっと待って、俺ルール間違えてたんだけど、買った時点じゃなくてこの真ん中から上がるか下がるかってことなの？ちょっと待って、ルールが分かんないんだけど、これ真ん中から上がるか下がるかって意味なの？え、どういうこと？ちょっと待って待って待って、俺違う、買った時点の値段からだと思ってたんだけど、だからマイナスなんでしょ？これ、こうやって選べばよく、なんだよ、俺やり方間違ってんじゃねえかよ、やり方間違ってんじゃねえかよ、違うじゃん、売るよ、バカ、なんだこれ、全然違うじゃん。ちょっと待って、どうやって売んの、どうやって売んの、ちょっと売るんだけど、あ、売ろう売ろう、こんなの売ろう、なんでやり方ちげえじゃん。俺この真ん中のボーダーから上がるか下がるかって意味でしょ。え、どういうことだよね、ここを選んでこっから上がるか下がるかじゃん。俺ルール間違えてるじゃん、なんだよ、バカかよ。え、違うの、それで合ってる、だってマイナスの値がおかしいでしょ、どう考えても。え、どういうこと、お申し込みはこちら、満期まで決済、 FX と違うのこれ、うん、なんかルールが分かんねえな、ルールが分かんねえな、どうすればいいんだろう。え、どういうことだろう、ここまで行くかどうかってことでしょ、ここまで行くかどうか、じゃあ下がるからこっから下に行くと予想するから、下円高、円高で買おう、円高買ってみようか、で下がるんだよ多分、下がれば下がるほど儲かるんだよ、下がれ下がれ下がれ、え、でこの1000に行ったら俺1000円もらえるってこと。おう、オーストラリアの方簡単、オーストラリアどこにあんだ、オーストラリア、お、 OD ってやつ、 OD ってやつ、 OD、 OD がオーストラリア、 OD、 オーストラリア、アウディ、アウ、オーストラリアスペル、え、オーストラリア、え、アウディ、 OD、 AUD、 AUD、 JPY はジャペン、ジャペン、違うな、日本だよな、じゃ、なんだ OUD ってなんだ、うん、まあいいや、うん、オーストラリアってサイト、うん、オーストラリアドル、いいよ別に、よくわかんないけどいいじゃん別に、日本で、日本では、あ、プラスプラス、勝った、ほら見ろ、勝ったよ勝ったよ、1万4000円まで来たよ。で、こっからどうなるかだから下がるね。下がる。下がります。買います。こっから爆下げ来るから。爆下げ来るから。マジで。前代未聞の爆下げ来るから。爆下げ来る。俺、最初学歴、幕張免許センターです。爆下げ来るから。爆下げ。ああ。いや、これは面白い。これはマジで面白い。ほら来た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 、ほら来た、満期わかんない、来てる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 、これ来るよ、下まで来るよ、下まで来た来た、ほらプラス、俺才能あるべ、ルール分かってきたらこれだもん、ルール分かったらこれだもん、来たよこれ、ああ、もうこれ面白い、ほらプラス7600、これ来るよ、爆下げ来るよ、爆下げ来る、爆下げ、1万2000、来た来た来た、あれ6000、7000、下げろ下げろバカ、2万まで行くから、2万まで行くから、2万まで行く、来い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 、俺才能あるんじゃねえのこれ、俺才能あるんじゃねえのマジで、もう
もうプラスにできるんだよ。ほら来た、ほら来た。1万5000。やば、才能あるでしょ。1万7000、来い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 。やべ、超熱いこのゲーム。来てるべ。1万6000、7000。まだ来る、まだ来る、まだ来る、まだ来る。まだ来るよね。上がるのか。1万7000。確定。よし。うぃー。うぃー。うぃー。13万まで行ったね。13万まで行ったね。下がるかな、上がるかな、どっちかな。下がるんだな、これが。下がります。よし、行ってみよう。よし。よし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 。行ってみよう、行ってみよう。よし。ほら、プラスだよ。よしよしよし。じゃあ最初からやる？設定最初からにする？設定最初からにするよ。設定最初からにするよ。設定最初から行きます。なんで13万引き継がれてんだよ。設定変えろよ。ふざけんな、設定変えろ。は、なんだよ、引き継がれてんだけど、13万。ちょ、設定、リセットボタンどれ？リセットボタンどれ？ちょっと待って、更新してもリセットされないんだけど、なんで？リセットして、1からやらせてよ。これ0にしたいんだけど、設定どこ？ 0 がいい。設定、どうやってやるんだろう？引き継がれんの？これ。マジかよ。現実はつれえな。分かったよ。じゃあ、こっからやるわ。こっから巻き返せばいいんでしょ？簡単に言ったら。いいよ。巻き返すよ、じゃあ。行くよ。何これ？売却確定？なんだこれ、めんどくせえ。15万9000って増えてんじゃねえか。ふざけんなよ。殺すわ。よし。上がれ。よし。上がるぞ。上がるから。大丈夫だから。上がるから、上がるから。いけるいける。まあ見ておいて、まあ見ておいて。俺の実力。まあ見といて。うん。大丈夫、大丈夫。巻き返せばいいんだもん。だって、ものの30分でね、15万負けたんだから、30分で15万取れるっしょ。勝ちゃいいんだろ？勝ちゃいいんだろ？17時にオレンジの枠のところに黄色い玉がある。嘘？ 20 万もらえんの？嘘。どういうこと？オレンジ、17時にオレンジのところに、玉？黄色い玉が入れば、玉があれば。ど真ん中に来るわけなくない？ど真ん中に来た。あ、なるほど。プラマイゼロってことか。プラマイゼロだったら20万くれるんだ。ほら、3万6000。来た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 。やっべ、天才じゃねえ、俺。来てるよ。おい。天才でしょ。3万6000で気づいたら。これ目一瞬も、来てる来てる来てる。一瞬でこれかよ。マジか。よし。おっしゃ。おっ、コメント読む暇マジでねえな。これコメント読みながらやってる人すげえな。マジで。まだ上がるな、顔。まだ上がる。あ、下がっちゃった。あ、やばい。下がっちゃったよ。あららら。やば。すげえ。面白い FX。やばい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 。ちょっと待って、一瞬で3万負けてんだけど。上がればか。やばい。やばい。負けるのも早い。負けるのも早いわ。これあれだね。金額変えたらダメだね。これさ、取り返そうと思って、やばい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 。取り返そうと思ってさ、金額のレート上げちゃうんだろう。これ絶対上げたらダメだね。やっば。超怖え。何これ、超怖え。すげえな。上がれ上がれ上がれ。上がれって。よし、いいよ。あ、こんにちは。こんにちは。上がれ。
上がれ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 上がるんだ。よし来てる。来い来い、爆上げ来い爆上げ来い。来てる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 よ。いいよ、じわっと来るから、じわっと来るから、上げろ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 。はい、わかつです。上げろバカ。60円の債券があるから200枚買った瞬間に1200円マイナスからスタートになんだ。いや、もっと低いんだよ。1万円ぐらいマイナスからになんだよ。1200円じゃないよ。200枚でやってんだけど、取引枚数。なんかね、1万2000円マイナスぐらいから始まるよ。うん。1500枚から10万ぐらい。すげえな。元手がでかいと有利なんだね。200枚は多いの？ダメ？これ。200枚ダメ？200枚ダメ。1万2000、そうだよ。やっぱ1万2000マイナススタートだよ。そうなんで、1万2000マイナスすんだよ。ふざけんなよ。上がれ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 。え、これ24時間できんの？うん。ハイローオーストラリア？ハイローオーストラリアっていうのはシンプルなの？上がってきた、来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 た、ちょっと待って、来てる、来てる、来てる。来てる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 。上げろ上げろ。ああもう頑張って頑張って。来い来い、来るから、絶対来るから、絶対来るから大丈夫、絶対来る。来た、来い、来てる来てる。ほら見ろ、ほら見ろよ、ほら見ろ。俺才能あるなこれ。俺これ絶対億万長者なったわ。俺の天職これだわ。あれ下がった。これ絶対来るよ。円買いとか専門用語使わないでください、やっさん。そういうの分かりません。上がるか下がるかで話しましょう。いや下がるな。俺今知ってる知識、上がるか下がるかだけだから。うん、いやこれ才能あると思うよ俺、マジで。これはね、俺才能あると思うわマジで。これだって読めてるもん俺。ほら来た、ほら来た、上がるんだよ。ほら来た、ほら来た、上がるんだよ、上がるんだよ。これ爆上げするよ、爆上げするから、爆上げ爆上げ爆上げ来るぜこれ。来い来い来い、上がれ上がる。来た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 、上がれ上がれ。な、下がんな、上がれ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 。上がるまで待ちゃいいんだよ。上がった時に売ればいいんだよ。簡単でしょこんなの。上がった時に売って下がった時に買えばいいんだよ。簡単じゃんこれ。待てばいいだけじゃん。プラスになるまで待てばいいんだもん。おう、何雇用統計、誰か働いてんのこれ。え、どういうこと？シフト制みたいな感じ？シフトがあって従業員が、え、何この GMO の従業員が多い時は上がりやすいとかあんの？何雇用統計って、どういうこと？アルバイトの数ん？ちょっと専門用語やめよ、専門用語やめよ。うん、いけいけいけ、上がれ、とにかく上がれ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 。下がるな、下がるな、下がるな。下がっちゃうな。いや始めようかなと思ってんの、スノーさん。え、運じゃないの？あ、やばい、マイナス来た、やばいやばい。誰か設定変えて、誰か設定変えて。下がってるよ、おい、下がって、やばいって。これやばくない？これやばいでしょ、これやばくない？軍資金だから花火でもらえばいいじゃん。10万円ぐらいでしょ、軍資金花火でもらえばいいじゃん。みんなが花火一発でなんとかなるでしょ。
くれるっしょ。だってね、愛子さん4000万稼いだんだから10万ぐらいくれるよ多分。大丈夫だよ。上がれ上がれ上がれ。いや、食い物じゃなくてエンターテイメントだから、面白い配信やったらもらえるよ。それダメなの？出資法違反なの？アイテムはだって出資じゃないじゃん。アイテムは別にふわっちとそこ契約じゃないの？違うの？ダメなの？それスロット配信資金はダメなの？やべえな、マイナスだな。できないんだ。じゃあやらない。じゃあやらない。じゃあやらないよ。下回るってのもある。17時に下回れば当たりとかなる。うまくいくときは1日で100万。元でいくらぐらいで100万儲かんの？元でいくら？じゃあやらないでしょ。そんなめんどくさい。だって花火も、FX 配信やってて花火もらって逮捕とかやだもん、俺。意味がわかんないでしょ。意味がわかんないでしょ。ダメなんでしょ？だダメって言ってるんだもん、口座さんが。でしょ？元手が100万あれば1日で100万儲かる。倍になるの？やば。そんなに熱いゲームなんだ。やば。やば。6億。人生変わっちゃうじゃん、6億って。6億？ちょっと待って。やばい。下がり続けてる。6億？6億？ 6 億？すげえな。もう、だって、もうサラリーマンなんかやらないじゃん、じゃポンド円で137.60円を207円で酒買っとけよ。ごめんなさい、やつさん。専門用語が多すぎて、俺がギリギリ理解できたのはポンド円だけです。ポンド円から先は意味がわからないです。ごめんなさい。へぇー。へぇー。すごい世界があるんだね。今マイナスでも終了時点で 117.7 117.7 以上なら、上ならか。なるほどなるほど。はい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 。あ、なるほど、そういう感じなんだ。そういうノリなんだ。あー、じゃあ俺がやってるこの売却っていうのはある意味逃げみたいな感じか。ある意味邪道なんだ。あー、ね、なんで6億なくなったの？バイナリーオプションは分かりづらいの？何がおすすめなんだろうな。ボーダーラインは自分で決められる。真ん中のこれ変えられんの？変えらんないじゃん。あ、これをこうやってできるんだ。あー、なるほど。まあでも気づいたらマイナス6万なんだけど、どうしたらいいかな。ちょっと待って待って待って、気づいたらマイナスが止まらないんだけど、俺どうしたらいいかな。でもこれ上行くよね、長い目で見たら。ちょっと待って、マイナスが止まらないんだけど、どうしたらいい。これ下がるの、このまま。フルレバでフルスイングして損が膨らまず、3億一度にロスカット。ロスカットがよくわかんねえな。ニコ生 FX 最高は GFF の2ヶ月弱で10万から1000万6億破産。なんだそれ。馬主を目指してた。だって馬主なんか6億あったらできるよ。まあ維持費が大変だけど、全然できるよ、6億あったら馬主は。まあ、長い目で見たら、117.6、ここか。ここに合わせてやればいい。ここに合わせるんだったら上だよ。ここは上だよ、絶対。俺かけるよ。ここ上だよ、どう考えても。これは全然上だよ。ここも上だよ。全然、全然俺余裕でかけられるよ。絶対勝てるもん、こんなの。絶対勝てるよ。こっから上は確定でしょ。全部かけてあげるよ。絶対勝てるから、こんなの。全張りだよ、ほら。全張りしたよ。あれ？貼れないな。なんでだ？
もうこれ絶対来るから。え、なんで下で買うの？え、なんで下なの？上でしょ。え、なんで、どういうこと？上でしょ。上じゃないの？どう考えても。え、どういうこと、どういうこと？上だったらペイアウトなんでしょ。だから上でしょ。こっから全部上に行けばいいんでしょ。赤のゾーンにいたらいいんでしょ。要は赤のゾーンにいたらか、え、赤のゾーンにいたらってことはどういうことだ。うん、わかんねえな。あれ、マイナスがやばいんだけど、みんな。ちょっと待って、マイナスがやばいんだけど。マイナスがやばいんだけど。え、やばいって、やばいって、やばいって。やばいって、やばいって、やばいって。ちょ、絶対監視してる。絶対監視してる。これ、おかしい、おかしい、おかしい。え、どうやって売るの？どうやってやんだ？ちょっと待って、待って。え？なんだこれ。すごい動いてる。1000円で買っても1000円しか戻ってこない。何？掛け率変えられんのこれ。え？何これ、大暴落してんだけど。え？え、何これ、何これ、なんで分かったの、ヤスさんは。え、何これ、どうすればいいの？掛け率変えたい。え、どうしよう。え、どうしよう。え、どうする？え、どうしよう。どうしよう。いや、下がろう。下がるの買うわ。下がるの買います。下がるの買いまくろう。そうだよ。逆に下がるの買いまくったらいいんだよ。下がるの買いまくります。こっから。下がるの買いまくろう。保有状況を確認って何？あ、いいや。下がるの全振りしよう。下がろう。下がるの全振りします。よし。一気に行こう、一気に行こう。一気に行こう。一気に行こう。逆張りする。あれ、上がっ、え、どうしよう。え、どうしよう。え、どうすればいいの俺。どうしよう。30秒もあんの？30秒の方が向いてるかな俺。1時間とか長いね、ちょっと。上がるのやったら買えないんだ。逆なんだ。え、どうしよう。え、どうしよう。あ、これを売ろうかな。どうしよう。これを売る。これを売ろう。これを売って、約定0円。で、どうすればいいんだ？こいつを？え、どうすればいいんだ？え、どうしよう。これを200で売却？ん？売却？あれ？どうやってやんだ？これは売った。で、これ、あれ？下がり続けるの？どうしたらいいんだろう？あ、なんだかわかんなくなっちゃったよ。あれ？なんだかわかんなくなってきた。なんでこんな下がってんの？なんで上がんないの？なんで上がんないの？これ。上がってきた！上がれ。いや、まだ100万いってない。上がれ。来た。これはすごいことになるな、多分。これはすごいことになる。これは爆上げするよ、多分。この辺まで上がるよ、この辺まで。多分。この辺まで上がるよ。うん。上がる。絶対上がる。ポジって何？ポジかわかんないんだけど。ポジって何？いや、上がる。プラスになるよ。もう買ってるんだもん。プラスになるよ。買ってるんだもん。売れやいいんだもん。うん、でしょ？買ったものを売ればいいんでしょ？この星5個を。これ売ればいいんだから。評価額がすごいな。これプラスだ。今プラスだ。プラス、これプラスだ。200円プラス。これ。200円プラスだって。ほら、来てるじゃん。うん。買った時のポイントごとポジションって言うんだ。ほら、上がってきた、ほら。この2つプラスでしょ？あれ？なんでこれマイナスなの？なんでこれマイナスなんだ？うん？これなんだ？これ売る、え、なんだこれ、よくわかんねえな、マジでよ。あ、いや、俺そういうの嫌いだから、あの、なんか俺昔からあのロールプレイングゲーム、ドラクエとか攻略本買うやつ嫌いだったの。
なんかその俺は攻略本なんつうの、説明書は読む派なんだけど、攻略本読むとなえるタイプだから、うん、なんかストーリーが分からなくなるんだよね、うん、ストーリーはあの分からない方が俺は好きなの。操作は覚えない。いや説明書はめっちゃ読む、俺めっちゃ読むよ。攻略本甘えだから、うん、なかなか上がんねえもんなんだな、難しいなこれ、うん、いやこれ難しいわ、これは奥が深い、うん、下げで当たる、うん、下げで当たる。なんかちょっとまだルールがよく分かってない、このペイアウトの仕組みがよく分かんないから、倍率とちょっとよく分かってない俺は。あ、玉木さんどうも。なんかちょっとよく分かんねえな。なんか難しいわ、なんか難しい、それだけ分かった俺は。なんかちょっとややこしいなっていう、ちょっとこじらせてるなっていうのは分かったよ。これは良くないの？え、なにそれ、会社によって違うの？その契約会社によって違うの？なんかシンプルなやつがいい、シンプルなやつ。なんかちょっとややこしい。俺はただ単に金額が上がったり下がったりがいい。俺は金額が上がったり下がったりのシンプルなやつを売ったり買ったりするのが俺は好き。うん、俺はちょっとよく分かんなかったわこれ。なんかペイアウトとか、なんかとりあえず1万2000円損するし、うん、なんかちょっと良くないなと思って、うん、廃炉ってやつ、これじゃあ消していい？これ消していいの？これ読み込まないね、読み込まないわ。普通の FX の方が面白い？普通の FX の方が。普通の FX やってみる？じゃあ普通の FX、 普通の FX やる？あ、ちょっと待たないといけないな、普通の方やるわ。じゃあ普通の方ちょっと待ってね、普通の方やってみる。なんかちょっとよくわかんねえみたいな、難しい俺には。あ、さっきのやつ、デモ取引、ちょっと待って、これかな、デモ取引ツール、え、なに、ブラウザ上でできないの？デモ講座が必要なの？え、普通にやりたいんだけど俺、ブラウザで。これが一番簡単。ちょっと待って、デモトレード、ちょっと待ってね、これが一番簡単。ハイロースプレッド、あれ、なんかね、ちょっと俺のブラウザと噛み合ってないのかな。あ、来た来た、あ、来た、これか。うん、なんか画面が難しそうだなこれ。これ上級者向けなんじゃないの？上級者向けなんじゃないのこれ、多分これ難しそうだよ。なんか画面がなんかさっきのより複雑だよこれ。大丈夫？これでいいの？これやる？じゃあこれはペイアウトすべて。なんかさっきの赤と青な感じが見え、どれだって買うんだろうな。俺いくら持ってんの今？俺いくら、1000円、俺いくら持ってんだ？俺いくらあんの今？俺いくらあんの？俺、え、トゥルボスプレッド、これか、スプレッド、これか。で、1000円持ってんの俺。じゃあお金どこだ？俺の表示金額はどこ？ん？ん？ちょっと待って待って待って、ん？ 5 万円？俺の持ち額はどこなんだ？あった、ペイアウト額か。10万円あんのね。じゃあ5000円でやるか。じゃあ、下がるで購入。ログインしろ。ログイン。ん？ログイン。
ログインどこだ、ログイン無料登録しないとダメなの、無料登録しないといけないのか、うん、登録いらない？え、登録いらないの？大丈夫？登録いらなかった？登録いらない。どこだ？右上のクイックデモ、これか。クイックデモ。うん、いや、俺偽名使うとき全部佐野智則で全部。俺会員証ほとんど佐野智則だけど。これでいいのか。ペイアウト額2000円。あ、倍になるのかな？うん、倍、手持ち金額はいくらだ、まあ、1000円でやってみるか、まあ、いいや、5000円でやろうか、わかりやすく。で、こっから下がると、購入。成功。ん、どういうことだ、上がった。あ、ほら、逆。うん、どういうこと、下がればいいんでしょ、下がれ、下がれ、下がれ。売りたいんだけど、なんで下がったのに売りたい。どこ、売るボタン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 、売るボタン、売るがない。どこ、売るボタン。売るボタンは、売るボタン下がってる。今確定したい、確定したい。どうすればいい、どうすればいい、どうすればいい。え、ダメなのこれ。ん、どうなった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 、みんなどうなった、どうなった、どこだ。あ、現在の口座金額1万プラスされてる。よっしゃー、よっしゃ。下、あ、上がない。上どうしようかな、上がるか下がるか、上がるか。30秒。ああ、ほら、上だったじゃん。ほら、え、何秒。30秒後、上がる。ちょっとでもこれ面白くねえな。時間制限があるのかな。ちょっと時間制限あるのはどうかなっていう、なんか、その、やっぱ待って売りたい。さっきみたいに待って売るっていうのが俺は好きだった。その、上がるか下がるか分かんないけど、その、なんつうの。これだとギャンブルじゃん、ただの。これ、そう、自分のタイミングで売りたいなっていうのあるんだよね。あれ？買ってないよ、俺。え、5000枚、え？プラマイゼロか。プラマイか。俺はちょっとこれ、じゃないかな。なんか自分のタイミングで売りたいんだよ。さっきの DM、なんかね、デモトレードは口座開設しないとダメって書いてあった。売れたら誰も負けない？どういうこと？普通の FX か。俺がやりたいのは、じゃあ。なんかこれは、なんか自分のタイミングで、なんかこう、楽しみがない。今抜けよっかな、みたいなワクワク感がない。なんかこう、これだとなんか、なんつうんだろう。オート機能みたいな感じ？ FX？ これはちょっと熱くなれないな、なんか俺は。なんか、こう、なんつうんだろう。その、もっと増やそうかな？上がるのかな？下がるのかな？っていうじわじわ感が欲しい。出金口座登録って何、なんすか？ハイローのスプレッド15分。俺はこれ向い、なんかあんまり好きじゃない。これは。さっきのが良かった。さっきのが良かった。俺は。あれ負けたな。ちょっとなんか倍になるんでしょ、これは。なんか、ちょっと微妙かな。これだって勝っちゃうもん、俺。俺絶対勝てるもん、これ。面白くない。負けたいの、俺は。じゃあ5万でかけてみようか。じゃあこれ、どうしようか。30万増やしたら、俺才能あるって認めてくれる？これは絶対勝てちゃうの、俺。30万にするよ、今から、じゃあ。今から。するからね、見てて。レート更新されたのため、約定できませんって何？何？レート更新って。何？レート更新何？ 5 万円でかけさせろよ。なんだ、テーマ、この野郎。え？どうすればいいの？なんで5万円でかけらんないの？どういうこと？5000円しかできないの？ん？どういうこと？ん？どういうこと？え？どういうこと？これ。
え、なにこれ、なんで5万円できないの。かあ、か変えた。あ、え、上がる、やばいやばい、これこれは上がるよ、バカ。上がるって違うよ。じゃあ30万増やすから見てて。いや上がるでしょここは。いや、お今なんで俺の、今なんでできたの、ふざけんなよ。うわこれ絶対上がるよ。いいいよ、取り返すからいいんだけど、取り返すからいいけど、30万にするよとりあえず。絶対上がるよこんなの、おバカでもわかるわ。でこっから下げが来るから待ってて、うん、来るね。え、なんでできないの。うん、できた、できたね。こっから下がるから。はい、ミュールワード2、いらっしゃい。ミュール、昨日ありがとね。ほら来た、ほら来た、うんうん。ほら来た、ほら来た、ほら来た。ああ。下げろ、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 ほら来た、ほら来た、ほら来た。そのまま、そのまま、バカ。そのまま。ああ。難しいな。じゃあ、上げで。手動で金額できんの？手動でできんの？うん、下がるな。上げろ上げろ。え、でもこんなん30秒って本当にただのギャンブルじゃねえこれ。投資でもなんでもないじゃん。30秒運ゲーじゃんこんなの。ほら勝った。あれ？負けた？負けた今。ん？どうなった？どうなった？今の勝負どうなった？今の負けたの俺。え、今負けた？え、どういうこと？どういうこと？今の分振り込まれないんだけど。んー、まあいいや、下げよう。上がる上がる上がる。ギャンブルじゃんこれ、ただの。これ本当にだって運要素しかなくね、こんなの。こんなの運だよね。こんなん絶対運でしょ。負けなんだ、グレーは。ああ。こんなん絶対あれじゃん。運ゲーじゃん。ねえ、運ゲーだよね。これ勝つのか？これ勝った？これ勝った？これ勝ったのか？え、勝ったけど、あ、増えた増えた増えた。これも下がるから。からも下がるから。え、これ面白くない？これ。掛け額とか決めらんないし。これ面白くない。ちょっとラグがあるんだ。え、上がって爆上げしたわ。下がれ下がれ下がれ。え、でもさ、これ、ただの運じゃん、こんなの。なんかそのここで売りたいなみたいなのがいいじゃんね。ここで売ろっかなって、うん、これ勝った。ほら才能あるだろ。あれ勝った。うん、俺勝ったよな今。え、勝ってないの。あれどこ行った。あ、入った入った。あ、ラグがあるんだ。これわかるよ。この後下がるからここで買いだよ。ほら。え、これ簡単じゃん。昨日負けた、ミュール。うん。負けちゃった。ごめん、ほんと。ほら、勝てるじゃん。ほら。俺、才能あるでしょ？才能あるでしょ？ねえ。才能あるでしょ？いや、なんか時間じゃなくて、時間に縛られないでやりたいんだよね。上がるか下がるかを見張りたいっていうか。才能あるでしょ？これ簡単だよ、こんなの。こんなん余裕で勝てるじゃん。ほら、勝った。でしょ？これ、これ簡単だよ、こんなの。こんなの簡単だよ。30秒だったら読みやすいよ。うん、レート更新？いや全然読みやすいと思うよこんなの。30秒ってつまんねえじゃん。
ほら来た、ほら来た。あれ？結構動くな。いや、花火はいるよ。花火はいるよ。花火はいる。あ、負けてきた。難しいな。花火はいるよ。何言ってんだよ。これさ、もっと時間軸、このチャートの時間軸変えらんないのかな。これチャートの時間軸変えられる？これどうやってやんだ。これな、うん、どうやってやんだろうな。これさ、そのもっと長い単位で見たいっていうか、これもっと拡大とか縮小とかできないのかな。拡大縮小みたいのできない？トレーダー、うん、どうやってやんだろう。拡大縮小どうやってやんだ。うん、トレーダーセグメントリアルタイム、これどうやってやんの？そのもっと引きの画面が見たいんだけど、俺引きの画面どうやってやんだ。外部チャート、あー DMM のやつ、あ、風船ありがとう。ゆうゆう DMM のやつはメアドさえ入れればワノーのやりたいやつできる。すぐ口座作れる。できない、拡大縮小できないんだ。もっとあれだったら全体の、あ、でもまあ30秒だからな。まあいいや、とりあえず30万勝つよ。とりあえず30万勝って証明するわ、これ全然面白くないっていうこと、俺勝てるよっていうの。次は、下げ、まあ、上がったところで切ればいいだけだもんな。要は山を読めばいいだけでしょ。俺山全部読めてるじゃん。ぴったり山で読んでるでしょ。山を読むゲームなんだって多分これ。だから凪のところで打たないで、ここだっていうポイントでちゃんとクリックできたら勝てるんだって。あー、なんだよ、そういうことでしょ。いや、そういうことなんじゃないの。30秒だから、この相場の動きの山の部分と谷の部分を見極められたらいいだけでしょ。こんなんゆるいじゃん。だから急カーブするタイミングがあるじゃん。その急激にパッて上がるタイミングさえ読めば勝てるよ、こんなの。プラマイか。でしょ？初見さんいらっしゃい。いや、30万増やすから今。あ、でもあれだな、1時間ぐらい働いたら30万稼げるっていうのはいい仕事だな。よくよく考えたら、もう一瞬で稼いでやるわ。まあ見てて、すぐ稼ぐから。
そのままそのままそのまま落ちる。よし。よし。よしよしよし。いくら入った？いくら入った？いくら入った？結構入ったろこれ。1,2,3,4,5だから50万ぐらいくんのか？あれ50万入らない？ん50万入らない？ 1,2,3,4,5 だよ。あれ50万は？あ、そっか、俺1万円でかけたんだ。いやいや大丈夫だよ。プラス30にするから、プラス30にするから大丈夫だよ。はい、ワード2、トントロさんいらっしゃい。つかめ、よしよし、つかんだ。あれ、つかめ、そう、バカ、上がる。こい、バカ、下がれ、来てる、こい、そう、バカ、下がれ、よし。よし。
難しいな。あ、ごめん、ちょっと画面見づらかったね。ごめん、熱中してても見えなかったわ。これは画面見づらかったわ、申し訳ない。こんな感じ、これでいいか、申し訳ない。はい、ワード2、匿名希望さんいらっしゃい。いらっしゃい。なんだか、あ、ごめんごめん、残高。ん？残高どこだ？これでいいかな？これでいい？うん、残り10万円です。100万円スタートで、終了でーす。終了でーす。全然面白くない、全然面白くないわ、これ全然面白くないわ、全然面白くないわ、これなんだこれ。うん、やめよ、全然面白くない。100万円なくなりました。全然面白くない。うん、お疲れっす。ダメだ、バイナリーオプションダメだわ、これただのギャンブルだわ、これ全然面白くないから、本当にクソだよ、クソ、こんなのやってるやつクソ、本当に全然面白くねえわ、マジで。やめよ、やめよ、やめだやめだ、全然これダメだ。俺が求めてるのはこういうルールじゃないから、さっきも言ったけど、俺はやっぱり上がったり下がったり損切りとかしたいし、利確とかをしたい男なんだよ。だからこんなの30秒ゲームだよ、こんなの。コイン投げて5万円かけようぜってゲームじゃん、こんなの。なんだこれ、バカがやるやつだよ、こんなの。こんなのね、バカがやるやつだよ、これは。相場の読みができないやつだよ、これは。バカじゃないの、その30秒でわかるわけねえじゃん、なんも。誰がやんだよ、こんなもん。バカが。やるわけねえだろ、騙されねえぞ。うん。騙されねえよ。バカ。ね、勝てないよね、これね。これ、うんこだわ、うんこ。なんだこれ。うん、なんだこれだよ、ほんと。何が面白いんだよ、こんなの。全然面白くないじゃん、こんなの。100万円なくなったんだよ。俺さっきのゲームと合わせていくらなくなったと思ってんの？ 150 万ぐらいもなくなってんだよ。ねえ。150万ぐらいなくなってんだよ、俺。もう。バカでしょ、こんなのやるやつ。うんこだよ、本当に。いや、もう一回やるわ、じゃあ。もう一回やる。俺が生き様見せてやるよ。正しいやり方見せてやるよ、じゃあ。もう一回やるわ。あれ？残高が。え？入金機能はクイックでも、え、ちょっと、あれ？あれ？あ、こう、あれ？もう一回やりたい。もう一回やらせて。え、何？デモも、何？
なんで？明日になんないとお金入らない、これ100万円。あれ？もう一回やりたいな。これ、ああ。そっか。いや、更新したよ、今。更新したんだよ。処理中でしょ？ほら、0円。やらせてくんない。なんで？なんで？全然面白くない。全然面白くねえわ。全然面白くねえわ。なんだこれ。なんだこれ、ログアウト？ログアウトってどこだ？ログアウト。ログアウトってどこだろうな。ログアウト。ログアウト？ログアウトボタンってどこだ？ログアウト。ログアウト。ホームボタンクリック。ホームボタンがないんだけど。マイページ。どれだ？ホーム。ホーム。よっしゃ、みんな気を取り直してやるぞ。気を取り直してもう一回行くぞ。俺が天才ってやつ、今のはギャンブル。俺から言わせたら、今のはギャンブル。ただ、投資を見せてあげるから、投資を。これが投資だから。俺が今からやるのが。よく見とけよ。なあ。投資を見せてやるよ。投資を。クイックどこだ？クイック。クイック、クイック、クイックどこだ？ログイン。クイックでも行くぞ。おい。行くよ。見せてやるから。ウォーレン・バフェット。うん。見とけよ。キャッシュバック可能。行くぞ。俺が見せてやるよ。本物の投資ってやつを。よーく見とけよ。限度額を超えてる？なんだ限度額超えてるって。バカにしてんのかこの野郎。おい、今ので勝ってただろうがよ。今ので200万取ってただろうがよ、俺よ。ふざけんな、なんだこの会社。おい、今200万儲かってただろ、俺。どう考えても。店長呼べ。店長出せ。ふざけんな、200万価値格だったろ、今。ふざけんなよ、マジでよ、200万。ふざけんなよ、マジで。マジ、ああ。切り取り直していくわ、じゃあ。山をね、山を見切る。山を見切る。山を見切る。ここ。来るから、これ。来るから。山と谷を見るゲームなんだよ。山と谷がどこで来るのかだから。山と谷だから。俺今谷だから。谷を狙ってんの。確実にここが谷だから。確実に上がるから。まあ見とけって。下がるから。下がるから。山と谷を見つけるんだよ。その相場の流れで。わかる？ほら見ろ、ほら見ろ。ほら見ろ。これがプロだよ。これがプロだよ、みんな。これがプロ。これがプロだよ。うい、かっこいい。おい、来た。これですよ。見た？見た？この天才的な読み。かっこいいね。天才、マジで。マジで天才だと思うわ。才能の塊。うん。才能の塊。いやいや、確率じゃないから。チャート読めないやつは黙ってて。
チャート読めないやつは黙っててください。チャート読めないやつはダメ、センスがない。ヒゲが出てるから、ヒゲが、ヒゲが長いヒゲ出てるでしょ。ほら見ろ、ほら見ろ、行くよ、じゃんじゃん稼ぐよ、じゃんじゃん行くよ。天才、天才トレード見せてやるよ、天才トレード、天才のトレード見せてやるよ。時間軸もちゃんと読んでるから俺。ああもう俺はもう天才だわ、もう完全にこれで食っていけるわ。まあ俺にとっては投資は趣味みたいなもんだけどね。うん、俺は投資はもう趣味みたいなもんだから、俺にとっては。まあまあ、俺の張り方見て研究して、みんな俺の張り方見て研究して、みんな。いやまあ配信者だから俺は、あくまで。うん、ありがとうマサシさん、あくまで配信者だからね。そこにはプライドあるから、うん、そこにはプライド持っていかないとダメなんだよ。プライドないやつは何もできないやつだから。プライドないやつはダメなやつだよ、才能ないやつ。貼るときは貼るっていう、緩急だから、緩急、緩急だから、緩急ね、大事なのは、大事なのは緩急、流れを読むこと、一番大事なのは。あとは流れを、流れを確実に読んでいくことね。その相場の流れみたいなのがあんのよ、全部兆候が出るから、全部出るから。うん、ありがとう応援。まあ応援つうか、まあ勉強して。いや全部読んでるよ俺、うん、うん、全部見えてるよ、全部見えてる、俺の手のひらだから、全部俺の手のひらだよ。ほら見ろ、ほら見ろよ、俺が見せてやるよ、億万長者になるところ。貼るときは貼るの、それができないから素人なの。勝負するときは勝負するんだよ、半端にやるから怪我するの。そう、半端にやらない、勝負どころで動けないやつは奥つかめねえから。勝負どころで勝負できないでお前人生どうすんだよ、いつ勝負すんだよ、いつ勝負すんの。ここだって思ったら貼らないと。大丈夫大丈夫、心配ないから、大丈夫だから。誰がやってると思ってんの、俺だよ。
いや、勝ってるじゃん。やめて、勝ってるから。やめてください。え、荒れるの？放送マジで？放送荒れるの嫌なんだけど。荒れるの？マジで？それあるの？やだな。放送荒れるのはちょっとやだな。荒らされたくないな。煽り込めは来るんだ。あ、だからみんな FX 配信系の人イライラしてるんだ。だからか。みんなイライラしてるもんね。FX 配信者って。ああ、そうなんだ。辛口なんだ。うん、なるほど、なるほど。なるへそ。民度が低いんだ。なるほどね。パチンコより全然面白いよ。あー、全然面白くねえわ。全然面白くねえわ、ほんとに。全然面白くねえわ。やめだやめだ、こんなの。全然面白くねえわ。ほんとに。クソだよ。クソ。全然だわ。なんだこれ。やめだやめだ。こんなもん。こんなもんやめだよ。終わり終わり。終わり。ダメだ、こんなのダメだ。人間のやることじゃないよ、こんなの。働こう。働こうぜ。働こう。生産性が全くない。全くないわ。250万なくなったわ。この1時間半で250万なくなりました。はい。働こう。うん。ダメだ、こんなの。よくないよ。250万だよ。ダメだ、ダメだ。こんなんダメだよ。まだ、高角機動隊2撃ってた方がいいよ。フリーズロックがどうのこうのが可愛く見えるよ。本当に。2日で15万って可愛いわ。うん、俺250万だもん。で、こんなん死ぬぜ、だって。見たでしょ、今の。ねえ。才能感じた？俺に。250万なくなったんだよ、俺。ねえ。首吊るレベルだよ、これ。デモだったからいいけど。デモだったからいいけど、250万がなくなったんだよ、たった今。ねえ。
才能ないよこれ。見たでしょ。俺の逆に貼ったら大儲けできるよみんな。無理だよこんなの。やめよ。足洗おう。牛丼売ろ。牛丼作ろ。牛丼屋さんが似合う俺には。すき家とか吉野家とか松屋とか、夢見るのよそ、車買えるよ、車買えるよ。こんなのよくない。これはダメな放送だよ。これはダメ。悪影響を及ぼす、人生がダメになるよこれ。人生が、株だな。株だよやっぱ。日経225ミノミニだよ。日経225ミニだったら俺はすごいよ本当に。これギャンブルだから FX。 俺から言わせたら株だから、硬いから。株は、株は投資だから。日経225見に行こう。日経225見、株。俺は株だよ。俺は株だから。こういうね、そう、こういう遊びじゃないから。いや、新聞読むし。ちゃんと。毎日ニュースもちゃんと見るし。それで行かない？株、株じゃない？俺は。株顔でしょ？だって。FX か株かで言ったら。だって FX やってるやつの顔見てみ、みんな。もう気持ち悪いから。FX やってるやつみんな気持ち悪い顔してるから。株やってるやつめちゃめちゃ賢い顔してるよ。すごいよ。やっぱ顔に出るから。株やってるやつはもうみんなイケメン。だろ？だろ？株なんだってやっぱり。そう。FX はもう考えないから。考えてない。頭悪そうでしょ？ FX やってるやつ。株ですよ。株。株やろう。株。顔の話は正解なの。株やったことないですよ、僕。今からやるんだよ。そう。運命は切り開くんだよ。運命は。運命は切り開くの。今からストーリーを作っていくもんだから。じゃあ株のトレードやろう。株のトレード。あ、ごめん、俺高架機動隊見に行くんだわ。映画の時間だわ。映画の時間だわ。もうちょいしたら俺あれだわ、リスナーさんとオフ会だから今日。映画見に行くんだよ、劇場版の高架機動隊。日経225とかパン粉とか飛んでるし気をつけて。なに、破産してんの？いや、でも面白いね。こういうので億万長者になってる人がいるんだもんね。これで飯食えるのは才能だよ。すごいわ。高架機動隊見に行く。ちゃんと夜か明日レビューするから、もしよかったら見に来て。高架機動隊のハリウッド版見に行くから。いや、でもすごいなって思ったよ。FX とか株とかでこういうので見れるんでしょ？俺全然わかんないもん。なんか、スプレッドシートとか、なんでしょ？わかんないけど、用語は。雇用統計とか言ってたよ。今日どうだろうね、放送ね。わかんないけど。ね、勉強は賢いんだろうね、買ってる人は。なんか、あるんだよ、その、インサイダー的な。まあ、細かいこと言われてもね、先物とか言われてもちょっとよくわかんないけど。初見さんありがとうね。フォローしてくれた人いるのかな、こんなクソ配信で。おー、フォローたくさんありがとう。和道です。よろしくお願いします。新しいフォロワーさん、匿名希望さん、無職さん、TST さん、お地蔵さん、全力さん、海鮮ミックスさん、エスプレッソさん、アブアブさん、カウパー大佐さん、フォローありがとう。ありがとう。そっか、株やってる人はあれか、やっぱ株放送とか FX やってる人は FX 放送見るんだね。ごめんね、デモトレードで。別に、つるきじゃなくて、全然デモトレードっていう感じなんだけど。
勉強し、そういう世界なの？ 10 人に1人しか勝てないんだ。でもあれでしょ、みんな FX やってる人ちょっと手挙げて、 FX やってる人手挙げて、うん、あー頑張ります。おのちゃんさんありがとうございます。ですね、ちょっと今話題が出たので告知をします。 FX やってる人手挙げて、ちょっと ありがとう、手挙げて、みんな手挙げて。 FX やってる人、勝ってる人も手、勝ってる人はどれくらいいんの。6月10日に格闘技のイベント出るんで、もしよかったら格闘技好きな人フォローお願いします。みんな勝ってるの？みんな勝ってるって言うんだから、パチンカスと一緒だよ。俺は勝ってるよって言うんだよ。あ、みんなやってるんだ。ガッツさんはやってないんだ。勝ってるとは言ってない？いくらぐらい勝ってんの？いくらぐらい負けてんの逆に。さっき4000万勝った人いたよ、リスナーさんに。あー、自動取引コンピューターにやらせてんだ。はいはいはい、すごいね。賢だね。じゃあね、匿名希望さんは賢だよ。アルゴリズムな人なんだよ多分。アルゴリズム、俺そういうの分かるから大丈夫だよ。賢でしょ。いや、自動取引だよ、もう時代は。画面見たらダメ、欲が入るから。自分の勘を信じるやつはまずダメ。いや、アルゴリズムでしょ、絶対そうだよ。俺分かるよ、多分アルゴリズムなんだよ多分この人は。いやー、しかしまあ衝撃だったな。250万をこんな一瞬でなくなるっていうのは衝撃だったよ。金って怖えな。だってこれ逆を言ったらさ、逆を言ったら250万勝ってたわけじゃないんだろうな。負けたんだもんな。逆はねえんだよな人生にな。逆はねえんだよな。そう、負けは負けなんだよな。勝ちは勝ちだし。でも一瞬もプラスにならなかったね。やる気が起こんないわ。やる気が起こらない。とてもじゃないけど。何時だっけ集合。パチンコの負けが小さく見えたね本当に。 FX は本当人生おかしくなるっていうのがよく分かった。よく分かったよ。こんなん無理ゲーだよ。巻き戻しないもんね。でも逆を言ったらね、これで恐怖を築く人がいるわけだよ。だってリスナーさんでいたもん、 FX で儲けてる人いっぱいいるよ。FX で儲かってるっていう。ギャンブルだ、ギャンブルよりおっかないよこれ。だってずっとパソコンに張り付いてないとダメじゃん。気になって気になって仕事なんかできないよこんなの。こんなのできないよ、無理だよ。生ポは金たまんないって。生ポで金貯めるって言ってる人は経験がない人。生ポに関しては俺うるさいよ。多分この中で一番生ポに詳しいの間違いなく俺だよ。生ポでコツコツ貯めるのが賢っていうのはね、生ポ経験してない人だよ。ねえ、腹減ったな、お腹すいたな。なんかね、演出あったらいいのにね。激アツ演出とかカットインとかあったらいいのにね。ニート鈴木 F のせいで借金地獄になってた。 F のせいで、 F ってなんだろう。 FX のせいで、へえ。ニースズ、これ俺ダメだ。俺これ手出したら人生破産するよ。絶対やらない。俺わかる。俺が手出したらマジで、もうただでさえ破産してんのに。いや、俺は配信で食ってくわ。
配信で食ってくわ。みんなに寄生して可愛がってもらって花火で生きてくよ。儲かってる人いっぱいいるんだもんだって、リスナーに。まあアホでしょ。自分が儲ける才能ないんだから、 FX で儲かってるやつから金もらえばいいんだよ。それが一番賢いでしょ。それが俺のライフスタイルだよ。儲かってるやつ世の中に腐るほどいるんだから、この中でいっぱいいるんだから、そいつ、その人たちから100万200万儲かってんだから1000円ちょうだいっつって、いいよって、それいっぱい集めればいいんだよ俺は。その方が絶対賢いよ、うん、ねえ、うん、そう、儲かってる人からお金もらうんだよ。そう、それでいいじゃん。アイテムくださいっつって、花火くださいっつったらくれるよ、うん、やっぱそうだな、ちゃんまんスタイルが一番いいやいらな。そうだよ、俺はちゃんまんに憧れてこの世界入ったんだから、ちゃんまん FX やんないもん、うん、そうだね、こういうね、そう、破滅的なのは無理だわ。ハイローで負けを味わったら、もろく本講座解説して FX やってる。いや、やってただろうね。今日勝ってたらやってるだろうね。うん、そうだよ。持ちは持ち屋でさ、賢い人とか経済できる人は経済読めばいいし、俺はみんなの暇つぶしを楽しくできればいいんだよ。うん、だね。まったりさ。こう、そうだよ。みんなはさ、FX やってるから耳寂しいからさ、こう仕事しながら、なんていうのね、まあ和道の放送見るかとか、いろんな放送見てくれんだから、むしろありがたいんだよ。こういう FX を専業にしてる人がいるから、俺らのが成り立つような業界なんだもん。主婦の人とか仕事休みの人とか FX とかトレーダーさんがいるから、俺ら配信業が成り立つんだもん。俺が配信業やったら本末転倒だよ。配信業じゃない、 FX やっちゃったら本末転倒だよ。お前何になりてんだって話だもん、うん、だよね。じゃあ明日講座、明日までに講座解説登録しておきます。明日までに講座解説やっておきます。今日はかけて、うん、ねねねね、デモトレードやって、 FX ってどんな感じなんだろうと思ったら URL 貼ってもらえて、あ、じゃあやってみるわみたいな、そんな流れ、うん、あ、風船10個ありがとうございます、うん、いや一応ね、講座は持っとかないと、うん、やっぱね、 FX の講座どこ使ってるんですかっていう質問に答えられる男でいたいから、大和証券ですねって、大和証券使ってますって俺言いたいから。松井証券も渋いかもね。あ、松井が使いやすいですみたいなことを言いたい。とにかく若い子に舐められたらいけないから、やっぱりリスナーさんのオフ会でね、舐められたら負けだから。いや、もうとりあえず口座は持ってるよアピールしたいじゃん、やっぱり。俺もやってるんだぜっていう、そうそう、知らないわけじゃないからっていうアピールだよね。そう、賢いんだぜっていう、うん、あ、全部作ろう、うん、全部作ろう、全部暗記しよう、うん、うん、眠いな、すっげえ眠いな。なんか楽天証券はいいや、わかんない。楽天もあんの？ねえみー。松井証券の響きはかっこいいよね。なんかね、できる感じするよね。松、なんか横文字はダメだよ。あ、外資かみたいになるじゃん。あ、売国度かみたいになるじゃん、やっぱり。なんか松井証券って響きから保守な感じするよね。ね、な、 FX やるやつなんかリベラルばっかりなんだから、違いますよって。そう、国際情勢に詳しいけどちゃんと愛国心持ってますよみたいな感じ出るよね。そう、なんかネトウヨにも好かれる
ネトウヨにも好かれて、FX、はい、ね、リスナーにも全部取り込むっていう。売国奴でしょ、完全に。ゴールドマンサックスとか言ったら。うん、やっぱその松井証券っていう響きがなんかいいよね。いいんですって。手数料高くてもいいんですって。あの、日本の会社がうまくいくなら、みたいなね。なんか、年寄りも取り込めるよ。年寄りも。荒れることを恐れてないから、俺。うん、あの、荒れることを恐れたら配信者できないから。まーさん、風船ありがとうございます。いやー、よく精神持つな、これ、毎日毎日。毎日毎日すごいね。なんでこれ、正気でいられるんだろう。100万とか負けたら、怒り狂わないの？みんな。なんか、うわーってならないの？勝った日はいいじゃん、別に。勝った日はいいけどさ、負けた日、うわーみたいになんないの？なんかもう、発狂っていうかさ、死ぬわーみたいになんないのかな？俺絶対なるんだけど、こんなの。デモでこんだけワーキャーするんだからさ、落ち込むぐらいで済むの？へこむわーで済むんだ。俺だったら多分、首吊るわ。新小岩って何の？さっきから。新小岩、新小岩って言われてるんだけど、新小岩になんかあんの？うん。正気じゃないよね。だって、常にストレス溜まっててコメントさばいてるんでしょ？意味がわかんねえな。すげえな。FX 配信者ってすげえな、マジで。なんで正気でいられるんだろう、こんな配信で。めちゃめちゃ辛いじゃん。こないだ誰かが首吊ろうとして警察呼ばれた？マジで？ふわっち？あ、新小岩って、あ、そういう意味か。飛び込みの名所か。なんで小岩で飛び込むんだろうね。なんで小岩なんだろうな。あれか、あれガードがないのかな、あれが。新小岩。これがないのか。多分1億とか持ってる人が100万ぐらい動かしてたら、どうちゅうことはないとか。あ、まあそりゃそうか。100分の1だもんね。ああ、やっちゃったよ、みたいな感じだろうね。200万が100万とね、1億が100万。っていうか、億万長者すごいいるんじゃないの、これ。飛び込みやすいんだろうね、多分ね。いや、絶対理由があるんだよ、そういうのは。儲かった時の喜びが忘れられない。でも俺儲かんなかったもん。よかったよ。儲かったらこれさ、ずっとやっちゃうよ、多分。猿のオナニーと一緒だよ。これ。気持ちいいとずっとやっちゃうんだよ。そりゃそうだよな、儲かるんだからな。俺はダメだよ。よかったよ、負けて。ほんと。一生パソコンの前に張り付くところだったわ。じゃあ、あれだよ。俺あれだよ。手堅く行きたいから不動産屋やろうかな。不動産屋。どう？不動産屋になろう。俺。頼むよ、みんな。それで行くわ。株も FX もパチンコもスロットもやんない。競馬もやんない。競艇もやんない。不動産屋。新しいジャンル。不動産配信。家賃の取り立てに毎日行く配信。それで行こう。それね、クエルボさん全くその通りだよね。不動産の買う資金はだからリスナーから花火だよ。花火。俺はもう花火に全部人生かけてるから。花火ありきの人生だから。そうだね、事故物件の和道不動産で、霊能力者のロハコさんにこう客を紹介してぐるぐる回すっていう、すげえうまいビジネスモデルじゃん。事故物件取り扱ってクレームが来たら霊能力者紹介するっつってロハコさん紹介して、ロハコさんからピンハネして、めちゃめちゃ頭いいじゃん俺。すげえ最強のビジネススキーム作っちゃったよ。完璧。もうビジネスマンだね、やっぱ頭が。天才だわ。
天才。マネーが循環するよ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。映画館行ってきます。オツです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。